ではですね、今回はこのですね、TEM 装置、JEM2100 についてね、説明します。で、JEM2100 の装置で、これは、大体 120kV から、200kV 加速して、測定するという等価電源ですね。で、まずですね、見てもらうのは、こちらにありますイオンポンプのゲージですね。このつまみのレンジになっていまして、でなおかつ、こっちにゲージが出てますね。このものは105、この装置は 150mL/sec なので、ブルー色の青色になってます。ブルー色のね、で今はね 3.2 ぐらい、3.2 ちょっとになってますね。で3を超えているので、これこういう時は管理者に相談してください。多分ベーキングすればいいのかな。であとはね、私が昔いた時にはもう4年ぐらい前ですね、2012年にいた時には3.6 とかでもいいって言われてました。で3.6 でもよくて、でその後に説明するアンチコンタミネーターのところに液体窒素を入れて、この3を下回ったら測定していいですよっていうのは言われてます。で今ちょっと管理者が変わって状況も変わったので、どうなってるか分かりません。でこういうことが起こりやすいのは夏場に起こりやすいです。であとエアコンの温度がですね、20度設定じゃないときにもそうなりますね。冬場だとこんなことは起こらないんですね。おおむね2とか 2.6 とかになるんですけど、あ、これ10のマイナス5乗のとレンジです。ここに書いてあると思いますけど、10のマイナス5乗レンジです。10のマイナス5乗ですから、3×10 のマイナス5乗を下回れば使っていいという状態になります、ね、ここにレンジが10のマイナス5乗になっているので、10のマイナス5乗で見てください。パスカルで10のマイナス5乗パスカルで、で、これですね。で、ちょっと困ることはありますね。昔のルールだったら、この後に説明する液体窒素を入れて、3下回れば使っていいですよとなります。まあちょっと見てみましょう。他にもちょっと説明することがあります。とりあえず説明します。で装置全体のですね、真空度がこちらに一応出てます。ね。どこの部分なのかというのが出てきて、まあ、こんな感じになります、おおむね。24マイクロアンペアで、ピラニゲージの電流値でして、これが大体真空度に関係してます。低いほど、良い真空度ということですね。で、スペシメンのところは252で、これはしょうがないですね。こんな感じになります。で、これはですね、資料を入れて、真空引きすると、これが大体、26とか30とかあたりになります。40かな、そのぐらいの、まあ他のところと同じぐらいの値になります。なので、まあこれを、最初に来て確認するときに、これは間違い問題ないですね。他のところ大きいかなと思うんですけど、252はこれは間違い大丈夫です。サンプル入れて真空引きしたときに、下がるかどうかですね、問題は。であとこの、一番下のやつも94ってぐらいですが、まあこれもおおむねいいです。大体こんな値になります。92かこの辺りにあります。で、イオンポンプのところで説明してたこれアンチコンタミネーターっていうのはこれです。これのことを言ってます。ちょっと全体像見えないと思うんですけど、こんなのようなですね。でここにですね、これを取り外して、今これヒーターが入ってるんですけど、これヒーターついてるやつなんですね。でこれを取り外した後に液体窒素を入れて冷やします。でここにサンプルのすぐ近くにありまして、サンプルから飛んできた汚れていいから蒸発物をここで集めます。で終了、測定終了後は、効率をヒーターで温めるということをやります、ね、なのでこのアンチコンタミネーターを入れるとですね、液体窒素が入って真空度が上がるんですよ。なのでそこで3下回れば多分測定できるしてもいいとは思うんですけど、大学内のルールがいくつかありまして、管理者によるものでもあったりしますので、どうすればいいか管理者に一度聞いてからの方がいいですね。で、さっきのアンチコンタミネーターはこれが制御のデータになってまして、オンにするとここの、ここにヒーターですね、ヒーターでは熱せられて、ここについた吸着物、ね、が、飛びます。で真空度が悪くなります。まあ測定後だからということですね。でその後に自動的にですね、このヒーターはねオフになります。というような仕組みになってます。まあ測定終了後にこれをやらなきゃいけないんですけどね。まあ今回ちょっと測定装置の説明は難しい
かもしれませんね。ちょっと今部屋の温度下げてまして、業者から、確か20度プラスマイナス5度の設定にしてくださいと言われてましたんで、一応今は26度だったんですけど、もうちょっと温度下げてます。15度、普段はね20度ぐらいにしとくのがねいいかなと思ってますね。昔の時はちょっと寒いんですけど、20度ぐらいに設定するのが良かったですね。まあ冬場だとね、この辺この辺もっと寒くなるんで20度設定しても逆に暖かいぐらいになるんですよね。なので多分ね、夏場でよく起こるので、このあそこ向こうのね、イオンゲージの値がね3を超えると夏場でよく起こりますんで、おそらくなあの部屋の温度が高いためだと考えてます。まああと湿気も吸っちゃってるのかもしれないですね、サンプルに。いくつか理由が考えられるんですよね、これが高くなるっていうのは。あとはサンプルで予備排気ちゃんとしてこないかなんです。ここでも予備排気するんですけど、これに入れる前にサンプルをですねデシケーターに入れるなり、真空引きしておく、ターボブッシュモブで真空引きするのは本当はいいかなと思います。真空引きしておかなきゃいけないですね。でちゃんと真空引きしておいてから入れないとこんなことになりやすいです。まあこういうね真空部品を扱うものはちゃんともう組織内のルールをですね、どういうふうにするかにかかってきまして難しいところはいくつかあります。サンプルをねちゃんと予備廃棄するような仕組みを作っておいた方が次使う人は困らないかもしれないですね。冬場はね特にこんなことはならないんですね。冬場は結構ね難しいです。まあサンプルをね予備廃棄ちゃんとしとかないと、電子で当てた時にそこからガス出ますんで吸着物は飛んでね、で真空度が悪くなったり、あと放電して大変なことになります放電を起こしたりすると、電流値がちゃんとしたのが出なくなったりとかいろいろ困りますんで、予備配置しっかりできるようにというような研究室の体制を作っておくことは大事です。でまあ事前の話はそれぐらいですかね。いくつかあと説明する部分か説明しましょう。まずこちらアンチコンタミネーターって出ましたね。でこちらのつまみが、コンデンサーレンズになります。でその後にこれがあれです、この奥にですね EDS 装置がついてるんですけど、これの EDX 装置用のアパーチャーになってます。これはね、でこのちょっと全体図見せた方がいいかもしれませんけど、こういうふうになってまして、でこれがコンデンサーレンズで、これが向こうのねEDS のアパーチャーです。でこの下がオブジェクトレンズになってますね。でこの後もっと下にですね、ここにあります、これはね制限視野用の、測定用のアパーチャーになってます。制限視野 のアパーチャーになってます。じゃあマニュアル見るとそうやって書いてあります。でこんなふうになってます。でこの下をねずっと下がっていくと、これはあれです、高実効性を調整するためのあれですね、倍率の高いものになってまして、倍率高く見るためのものになってまして、であとこっちがハーディフ待ってくださいね、ダークフィールド用の検出器、ハーディフセム用のダークフィールド用の検出器で、こっちが、ブライトフィールド用のものです。で、ステム測定とか EDS 測定にはこれを使います。まあ特にあれですね、あとちょっと開けときましょうか。でちょっとこれを開けてみます。これ倍率高くするメガネといえば何だかわからないですけど、でこんな風になってます。私が映ってしまってる、まああんまり気にしたくていいですけど顔映ってないんで、でこれが蛍光板になります。でこの横にですね動かすのがいくつかあります。こっちの方がいいかな。まずこっちに動かすのがあります。これを動かすとですね小蛍光板が出ますね。こうやってね小蛍光板で小蛍光板の範囲、この範囲の中に、サンプルが映るになるとちょうど、CCD つまりモニター像、モニターここに出てくるんですけど、このモニター像にぴったり収まる範囲になってます。うまく考えられてます。だからこの小蛍光板頼りにするっていうことがよく使えます。でその後はこちら側にこれ回すのがあるんですけど、これを回すとですねちょっと見えにくいか、ここにちょっと見えにくいね、これを回すとですね実はちょっと見えないな、しょうがないな、これはですね鉛筆の芯みたいな細いのが入ってまして、直接強いビームが来るところをシャットアウトするものになってます。この蛍光板の下に実は CCD のものがありまして、で電子線解説取るときには強い光がつきます。でそれをですねここにつけ、これを回してで棒みたいな
なものがついてまして、鉛筆の芯みたいなのが、でそれで、光を強い光をカットします。で CCD が焼けないようにねします。まあ CCD 焼けないように丁寧に使わなきゃいけないんですけど、で電子線解説をね使うよりはフーリエ変換で見た方がいいかなと思ってます。そっちの方がね故障する、回数は少ないかなと思います。電子線解説やるときはね、よく知ってる人と一緒にやった方がいいと私は思いますね。私も何回かやったことあるんですけど、思ったような像が取れないですね。第1近接、第2近接ぐらいまでの、解説ピークですけど、1個か2個ぐらいがポツンポツンと見てるし、なおかつ真ん中見えないっていうところですと、なかなか測るの難しいですね。まあ 200kV で見てるからいけないというのもあるかもしれないですね。低い場合、電圧 120kV で見たらもしかしていけるかもしれないです。とりあえずですね、電子線解説よりはテム像をしっかり取ったりとか EDS 像を取る方がいいかなと思います。あとはね、範囲を指定してフリー変換かければ似たような図を取れますから、初心者の時はまずね、故障の少ないテムの使い方、その後ステップアップとして EDS がいいかな、テム像の取り方とその後、ステム EDS というような流れになっていく方がいいかなと思いますね。でだいぶ慣れてきたら電子線解説などをやっていくといいと思います。まあね、いろいろとあると思うんですけど考え方は。であとこれですね、鉛ガラスなんですね。でまた言いますけど、これに液体窒素を入れるときにこれに当たって割れてしまうと大変なことになるので、液体窒素入れるときは必ずカバーをしてこうやってね、でこれに漏れないように丁寧に、ここからの液体窒素漏れないように丁寧に使ってください。まあゆっくり入れればいいですね。こういうふうになってます。で、あとこれは、この左下、ちょっと全体像分かんないかもしれないですけど、こうなってまして、で、この右操作盤で左操作盤ですね。で、あとこれがトラッカーボールといって、これを回すことで XYZ と変えられます。で、これを動かすと、XYZ と変わるとともにですね、ここの表示がちゃんと追随して変わります。で、資料を入れるときは、この、後から説明しますけど、もう一回説明しますけど、ステージニュートラルというので、原点位置に戻さなきゃいけないです。で、不意にですね、これを触ると、ここの位置が変わります。で、そんな状態で資料をですね、ここから入れるんですけど、入れて、しまうと、こう、故障の元になりますんで、不用意に触らないことと、あとは、ちゃんとサンプリアとかニュートライザー、必ずチェック、入れることを、あとはね、この、ちゃんとホルダーを、そうですね、ホルダーをちゃんと、指定することなどをやるってことですね。ちゃんとテムはね、やり方を守ってやれば、壊れることはないです。故障とかトラブル起こることはないですね。ちゃんと守らないとなります。先ほど言ったように、サンプルを予備廃棄する。サンプルはですね、どこにあったかな。何かいろいろな名前がついたりとかして問題になるかもしれないんで、やめとくか。まあ、後からそのサンプルセッティングの時に説明します。まあね、こんな風になってます、おおむねね。で、あと、企業っていうか、場合によっては、まあ、こちらのところに、ステム像、ハーディフステム像と EDS 像。で、こっちにテム像が映るようになってたりします。まあ、どういう風なね、セッティングになるかは、機関にもよりますので、そこは聞いてもらえばいいです。こう、モニターの配置とかはね。それ以外のところは、また、おおむねに、ほぼ同じです。右操作盤、左操作盤。で、あと、トラッカーボールに、これ、なんて呼ばれるか分かんないですけど、あとこんなふうになってくるということですね。で、まあ、必ず操作する前には、どんなふうになっているのかをそれぞれ調べておく。ね、これ、このアパーチャー類も調べておく。ちゃんとメモっておく。以上ですね。まあ、基本的なものは以上です。あと、まあ、いろいろとちょっと、いくつか細かいことあるんですけど、測定しながら、おいおい説明していけばいいかなと思ってます。